父ちゃんかんなきゃ。これ何なんですか本当に。これ血糖値測るやつ。私はもうジュンさんがついに宇宙人に戦略されつつあるのかと思って今回これ24時間血糖値測れるの。ピッとかってっか、ピッてやったら血糖値が出てくるから。今5分に1回やってましたよ、ご飯食べながら。1個餃子食べるたんびに測ってました。血糖値はなんかアルコール度数測った方がいいですよね。確かにアルコール度数測るやつつけましょうよ、次は。はぁってやつでしょ。常にやばい。バンカー右狙い。ありがとうございます。いやさっきのドライバーの方が絶対飛ぶね。ちょっと次からそれで行きましょう。ねそれ欲しいよ私も。そうでしょ。全然これで1万円ぐらいで買えるから。アマゾンで？そう。回し物ですか？違う。全然案件じゃない。何も考えずにボールだけ見る。ひょいひょいと。ひょいひょいと。そうそう。いい。ナイス。うん。ありがとうございます。おお、飛んだんじゃない？真ん中ですね。いいね。うん。何ヤードですか？多分ね、190ぐらいだと思う。測ってない。いけ。あーあでもいいよ、刺してる。綺麗。あ乗ったんじゃん。すごい。ナイスオン。ナイスオン。寄ってます。ナイス。これもいいよ。ゴー。ゴー。いけ。ゴー。いけ。乗った。ナイスオン。ナイスオン。ありがとうございます。うわ大丈夫、乗せようと思わずに乗せようと思って流れ的に流れ的に、ね、おーいい、ね、やばい。バンカーの手前、あ、うん、ここまで、ね、いいとこ、もうちょっとね、押せると打った瞬間に力が抜けちゃってるのよ。最後まで、ここまで、最後まで。リズムが大事。リズムが悪くなるとミスしますから。そうね。うん、今平プロが言ってた。出たね。リズムっすねって。確かにさ、ドライバーからパターまで全部同じリズムだ。リズムで打つ。すごいよね。確かに。プロはみんな一緒なんだよな。全然もう。ちょっと二日酔いだと打てなくなっちゃうし、ね、打つ瞬間にあーってなっちゃう。なるよね。大丈夫かなみたいな。本当に二日酔いでパターとか打とうかな。わかる。視点が合わぬって感じ。次にボールの位置もうちょっとね、右足寄りにした方がいい。こんぐらい。そうそうそう。何番？ピッチングです。あ、そうね、全然もうちょっと右でも。こんぐらいでいいんですか？それぐらい。そうなんですか？そうそう。やっと乗った。ユキ、ナイスアプローチだね。意外とこれめっちゃ曲がるね。弱め下り。肩幅ぐらい。あー強い。強かった。強かったです。うん、オッケーだろう。これでちょっとセンターシャフト無理かも。曲がんなかったね。曲がんなかったな。うん、バーディーパットです。おお、ね、じゅんちゃんのが曲がらないってことは、うん、私のも曲がらない。
ーディー。ナイスバーディー。いや、このパターめっちゃいいね。あ、チャキン。だー。オッケー。まあでも私の方が入ったからユキリンもオッケーだよ。うん、どういう計算をされている？それ白衣の天使ルール。ユキリン先輩、ナイスバーディーです。ありがとうございます。よかったです。ナイスだ。190ヤード、ね、ベタピンそしてスタビリティシャフトパターによる、あれはね、もう完全にあのシャフトがいいですよ、うん、スタビリティ。あのパター合ってるよね。合ってるね。入りまくってるもんね。本当いいわ。みんな買った方がいい。買った方がいいね、うん、やっぱね、道具変えたら変わるからね、うん、シャフトはでも本当大差か。あー、なるほどね。シャフトだけで全然違う。ゆいちゃんだっていろんなの打ってるだろうしね。じゃあ打ってるね。そうだよね。お見事でした。ナイス。なんか持った感じは重く感じるんですよけど、振ったらもうめっちゃ返ってくるから、なんか普通に打てばいいんだと思う。上げて下ろすだけですよね。プロ上げて下ろすんじゃないの。上げて振るの。あ、上げて振る。下ろしちゃダメだ。上げて振る。私はそれができてないわ、ね、じゃあ今日の2人のファッションチェック。ファッションチェック、はい、ファッションチェックお願いします。はい、今日ははい、トゥルルルって回ってもらって。おー、可愛いらしいですね。はい。テーマはラブリージュンです。うわ青木ラブリージュン来ました。はい、ありがとうございます。キュンです。キュンです。ピンクのスカートがヒラヒラで可愛いですね。はい、これはですね、どこのっけな、ジャックバニーだ。ジャックバニーの、うん、去年のやつだと思う。かわいい。しかもベルトキラキラ可愛いですね。これはね、ちょっと違うメーカー、ニューバランスのベルトになりますけど、こなしております。はい、はい、ありがとうございます。次、ゆいまる先輩は、はい、くる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 かっこいいですね。もう女子プロ、うん、ね、黒と白の組み合わせは本当にうまい女子。スカートもデサントこれ、あのジェーリンドバーグ。あー、ジェーリンドバーグ、うん、おしゃれです。ジェーリンドバーグって短いのあるんだ。なんかね、もうね、ちょっとエロいんだよね。いや、わかるわかる。下打ちで撮るがないいんだよね。ね、最高です。太ももの感じとかがさ、確かにすごいよね。程よく筋肉あって、私はね、じゅんちゃんぐらい細くなりたいよ。いや、そう、じゅんさんのね、スタイルの良さ、本当にいいですよね。私もでも横から見たら結構足太くない。全然太くない。後ろから見てたらシャフトと同じぐらいの太さに見えるあ、そうだね、ゆっこだわこれ SR? SR、うん、SR の方が、さっきじゅんちゃん振ったのは R。 R ね、負けなければって感じで。これ左側結構行った方がいいのかな。でもあの黄色の旗まで、黄色の旗どこにあるの。ちょっと回って、あの正方ぐらいでいいんじゃうかな。そうだね、うん、ナイスショー。あー、振り遅れたる。 OKOK。R の方がいいかもね。いや、私このドライバー買うわ。本当にありがとうございます。めっちゃいいわ。それ何度何度って書いてある。これ10.5って書いてます。はい、10.5 よりも低くして9.5とか、うん、で、そのシャフトめっちゃ振りやすいし、あと吹けないし。そう、なんか今のとかも多分いつものドライバーだったらもう完全にスライスしてる。なるほどね。絶対耐えてた。でもちゃんとこう戻ってくる。うん、でも引っかかりすぎないのがいいよね、またね。うん、打ってみます。腹筋に力入れて。うわ、めっちゃ良くない？飛んだじゃん。拍手
手、拍手いただいちゃった最高です。 R の方がなんかいいかなって感じがした。もう一回振ってみるかな。 R で次振ってみる。ゆきりん、今ナイスショットでしたね。ありがとうございます、うん、めっちゃいい音。いや、よかった。しかも飛んでたんじゃない。本当ですか、うんうん、嬉しい。ゆきりんの100切り企画もいつかいつか達成したいです。達成して、はい、このドライバーがあればできそうだよね。確かに。え、お二人は初めてどんぐらいで100切りされたんですか。待って、ゆいちゃんそんなこと言ったらよく覚えてないと思う。あ、そう。そうだね。小学校2年生ぐらいとかに初めて回って。そうなんですね。そう、その時でね、確か120。すごっ。なんぼだった気がするけど。はいはい。でも小4とかではもうなんか小学生の試合とか出てたから、その時にはもうなんですね、100は来てると思うけどな、うん、そうだよね。私が小さい時はもう今みたいにちっちゃい子用のクラブがなくて、うん、大人のやつ切ってたんだよね。切ってたんですか。レディースのクラブを背ちっちゃいから切ってもらって、はい、そうだよね。今はさ、ジュニア用のクラブがあるんですよ、うん、そうだね。めっちゃいいよね。かわいい、うんうん、可愛いですよね、あのサイズ感。あのちっちゃいの担いでるのとか見たら、可愛いってなる。いいよ、ね、なんだ。19度で。あー、右出たー。あ、そしたら5番ウッド、多分180ヤードぐらいあります。ちょっと当てに行って失敗した。大丈夫よ。寄せ番でね。はい。そう。これ。そうそうそう。ちょっと左向いた方がいい。うん。こんぐらい。はい。おお。惜しい？惜しい。惜しい。力抜けちゃうんだよね。ここら辺で。そう。そう。グッと、グッと頑張って。58です。いきます。ちょっと心地なんだよな。58でいきます。うまい。うまい。これはうまい。おお、ナイスアプローチ。うん、あ、ゆきりんからって。ゆきりん、もうちょいね。あ、下がってみて。そうそう。で、構えてみて。お尻ちょっと出すか。で、おっぱい出す。絞り、絞って。そう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 。あ、いい、打ち方良かったけどね。打ち方良かった、うん。カップ周りがどうしてもスライスに見える。そうね。こう、私は一応右縁あたりに打ってみます。分かんなくなってパターが パター迷子こうなっちゃって、はい、めっちゃ、はい、こんぐらい、いい、あーしかも結構いっちゃった。オッケー。ちょっと待って、これどっちなんだ。どうしてもスライスに見える。そうね、うん、まっすぐ、まっすぐ、ゆきりんのめっちゃ曲がったんだよな。はい、ナイス。ボギーかな。